松本、鈴木優斗、ドゥドゥ、松井抜けてきた、折り返し振りで金子が成立したというところで、うまく松本選手が後ろに下げました。ただここしっかりと鈴木選手見てましたね。そして金子選手の入る場所が非常に良かったですね。相手がつきにくい位置。